ありがとうございます。マジとても爽やかで清潔感のある香りだなと思いました。まさにこの白いパッケージの通りだなと思いました。ちょっとグリーンアップルのような香りと、またはフローラルのような香りもして、甘すぎずでも華やかで、すごく爽やかな香りでした。やっぱりちょっと風を感じる場所に行きたいですかね。だから公園だったり、まあ、公園じゃなくてもどこかこうただお散歩するだけでもとても気持ちがいいんじゃないかなと思います。こうふわっと風を感じながらエリーの香りがしたら、なんか気持ちいいだろうなと思いますね。でこう背伸びしすぎず、とてもいい香り、ナチュラルな香りなので、なんかナチュラルな服装でお出かけしたいなと思いました。そうですね、新しい私っていうコンセプトもとても素敵だなと思いましたし、こう背中に翼を持って明るい光の中にこう飛び立とうとする感じが、まさにとても前向きで新しい私っていう、本当にそういう感じがして、すごく素敵だなと思いましたね。で風も当ててもらって、やっぱりこう爽やかなエリーらしい絵が撮れたのではないかなと思いますね。でその翼が本物のお花で作っていただいた翼で、すごい可愛かったです。こう風を感じるような、本当に深呼吸をしたくなるような香りだったので、まさにこうビジュアルのイメージもぴったりだなと思いましたし、もうなんかナチュラルな自然体のイメージになれるなと思いました。こうみずみずしさみたいなのが写真でも伝わるといいなと思いながら、はい、とてもいい気持ちで撮影していました。日常の中で、2021年が日常というか、こうなんかお仕事とかも含めて初めてのことに出会う機会が多かったなと思うので、そういうのにこう取り組んでいる時は、なんか新しい私に出会った瞬間なのかなとは思いますけど、でも本当にただ日常だとしたら、よし今から新しい私って思うだけでも新しいんじゃないかなと思うので、なんかそのスイッチとしてこう新しい香りをまとった瞬間がもう今から新しい私みたいな風に思うのもいいのかなと思いますし、そういうきっかけにこうね、アロマリッチがなるといいのかなと思います。初対面難しいですよね。どんな方と出会うのかとかもよりますし、プライベートなのかお仕事なのかにもよりますし、難しいですね。スカーレットかジュリエットかなと思います。
でもスカーレットかなと思います。あのみんなきっと好きっていう香りですね。ちょっとこう明るい華やかな印象を残せるんじゃないかなと思います。気合を入れる、ちょっとシャキッとしたいですよね。だから気合を入れる、シャキッとするのはサラかなと思います。こうシャキッとしたところにでもやっぱリラックスも したいみたいなのも加えるということで、アロマリッチならではの技がこうミックスしてもいい香りっていうのがあるので、じゃサラとジュリエットをミックスしましょう。サラの方がちょっとシャキッとするのでサラ多めで、そこにほんのりジュリエットの優しさを入れるみたいなのどうでしょう。これはもうダイアナですね。こうちょっと深い香りというか、例えばシーツとか枕カバーがダイアナの香りだと、優しくでもしっかりと包み込んでくれるみたいな感じがするんじゃないかなと思います。なんか深い香りなんで、そのまますごく癒されてスッと眠れそうな感じがします。おすすめです。やっぱり香りってとてもこう気持ちにいい影響を与えてくれるものだなと思いますので、なんかその時の気分によって自分が求める香りを選んで楽しめるっていうのは、おうち時間の中でもとても豊かな時間なのではないかなと思いますね。で、その自分の選んだ香りをまとった瞬間とか、こうふわふわのタオルに顔をうずめる瞬間とか、そういうのはとてもなんかリッチですよね。日常の中でもリッチな時間だなと思いますね。選べるっていいですよね。じゃあこれを読みます。はい。春から一人暮らしを始めます。ずっと実家暮らしで洗濯の仕方が分かりません。新垣さんはどうでしたか？私も実家を出るまではほとんど自分で洗濯をしたことがなかったので、高校生になる時に上京してから、もうそれこそ本当に洗濯の仕方が分からなくてちょっとドキドキしましたね。でも今となっては洗濯自体は私はとても好きで、こう洗って干すまでははいいいんですけど、乾いてからこう畳むのはねちょっとめんどくさいなって思ってしまうこともあるんですけど、そんな時にアロマリッチを使っていい香りがすると頑張れるんじゃないかなと思いますね。はい、こう新しい
白のエリーはこう爽やかな香りなので、こう気持ちを上げてくれると思います。はい、私もエリーも新しいあなたを応援しています。チンします。はい、結婚して旦那さんと暮らし始めます。ただ今まで家事をあまりやったことはなく不安です。秘訣はありますか、だそうです。まずはご結婚おめでとうございます。秘訣ですか、秘訣はないですよね。でもね、誰にでも初めてってありますからね、え、自然と身についていくのではないでしょうか。やっぱり必要に駆られると、そういう環境になると自然とできるようになるのではないかなと思いますけど、でもやっぱり一人で頑張りすぎないで、こうせっかくここ結婚されて、あの旦那さんも一緒にいますから、こう一緒に助け合ってやっていくのがいいんじゃないでしょうかね。だからね、こう完璧にこなさなきゃとか、そういうふうに思わず、できる範囲で少しずつ成長して、成長しなくてもお互いに足りない部分を補い合ってやっていくといいのではないかなと思います。そんな中にこうぜひ新しく出たエリーの香りで、こう爽やかでリフレッシュできる素敵な時間を、はい、一緒に過ごしてみてください。はい、私もエリーも新しいあなたを応援しています。